彼女の名前はキトゥン。ヘキサビルを守る重力姫だ。街の片隅で目覚めた彼女にはそれ以前の記憶がなかった。彼女に残されたのは猫のような生き物ダスティと重力を操る力だけ。その力を使って街の人々を助け、やがて街を守るヒロインになっていく。しかし街の脅威は絶えることなく現れる。この街を守れるのは重力使いである彼女しかいない。彼女の名前はグラビティ・キトゥンだ。これまでのグラビティ・デイズ2は、そんな下の人たちは今にも暗黒に。ねえ、私の話を聞いて。アルハ様、これは覆せぬ決議でございます。一人ぼっちで心細くて頼る相手もいない。まるで初めてこの街で目覚めたあの時のようだね。どうせ自分の名前も覚えてないんだろ。俺も今日から君をキトゥン、そう呼ぶ。お姉ちゃん、とっても楽しかった。ありがとう。ありがとな、キトゥン。お前には何度も教えられてばかりだ。不思議の謎を解明したい。いろんな世界が見たい。だから僕は勉強するんだ。うん、いやいや、やるんじゃなくて夢のための勉強だね。それでね、今私のお腹にはニュートの赤ちゃんがいるの。今時間が経つっていいこともあるんだって思ったよ。あんたの歌を聴きながら妻と過ごした日々をいろいろと思い出したよ。必ずまたここにも帰ってきてね。約束よ、キトゥン。そうだね、いつだって大事なのは未来だもんね。でもさ、塔の中で自由を知らないまま死ぬより、もしかすると主人公はこれで幸せだったんじゃないかな。私ね、この街がみんなが大好きなんだ。だから行くね。そっか、生き返ったのか。あ、1年後、また時代、ちょっともう、エンディングだよ、もう。クロウ、キトゥンの家に住んでるんだ。クシーもいる。でもキトゥンはもういないもんね、黒い海に。あ、シドウ、おーい。あ、シドウだよ。てかお前その服でいいんかい。お前自らお前エイリアスでもう公言したのか、お前は。いや、もしかして今から町の見回りか。おや、ああ、そのつもりだ。シドウ、お前少年王のその後何か知ってるか。あの後無事な姿で発見され、政府機関施設で身柄を保護したものの、ある日忽然と姿を消し、それから未だ行方知れずだ。あ、そっか、牢獄には入ってないのか、向こうでも。でも向こうは王が不在だよね。しかしあのクロウがまさかこの町の守護者になる日が来るとはな。カラス女って恐れられていた頃からは想像もつかない変化だよな。大きなお世話だ。時は人を変える。まあそうだね、うん、変えたよね、みんなを。はは、確かにその通りだ。実はさ、今日バンガのみんながこっちに来るらしいんだ。ダウンタウンの桟橋に停泊予定だって聞いたぜ。バンガのみんなに顔を見せてくるといい。みんなきっと喜ぶぞ。でしょ。そうだな、シド、お前はどうする。今回は遠慮するよ。ちょっと野暮用があってさ。ん？指導の野暮用？休みの日は幻のブドウシリ探しに忙しいんだよ。あれだね、1と2の間のあのアニメーションであったよ。グラビティデイズのそれ投げられてたもんね、キツンに。あったな、そんな頃は。探してるのは黒猫印のブドウ酒だろ。はあ、そっか。クロウもうまいこと言うようになったな。本当だよ。リザたちにくれぐれもよろしく頼むよ。おや、ああ、見つかるといいな。黒猫印のブドウ酒。お前、噛み締めてんだろ。自分がうまいこと言ったと思って噛み締めてんだろ、今。じゃあまた。指導も行っちゃったし。で、この後はリザたちに会いに行くのか。今日は町工場あたりから行ってみるか。うん、行ってみようか。いやー、そっか、あれから1年経ったのか。まあもう語りとかに入るけどさ、いろいろあったよね。喧嘩を誰か止めて。ん、あ、なんだよもう。喧嘩か、あ、喧嘩か。なになになに、クロウ様が来てくれ。クロウ様って言われるんだ。よかった、これで安心だぜ。お前らもうおとなしくしやがれ。グラブ使える？おーら、おとなしくしろ。クロウ様が来てやったぞ。暴れん坊。クロウさん、お、火事。おい、お前仕事しなさいよ、ちゃんと。
ん、あー、ブルボさんもいる。治安維持にご協力をありがとうございます。お手数おかけしました。実は先ほどオルドノア警備の刑務官を、増員したところで、というわけだからよ、オルドノアは、オルドノアは俺たちに任せときな。おー、ありがとう。お前さん、町を守るために頑張ってるのはいいけどよ、年頃の娘なんだから、たまには着飾って遊びに行くとか、なんだ、プレジューヌの占い屋で声の相談するとかよ。ボス、そういう押し付けは失礼ですよ。でしょ。わかった。次はプレジューヌを見回るとしよう。あ、はい。ではよろしくお願いします。ところで、その後はいかがですか？なんか、変わりはない。そっか。そうですか。次の見回りはプレジューヌにするか。まあ、いやでもみんなちゃんとキトゥンのこと覚えてるんだよね。でも多分気使ってあんまりキトゥンの名前は呼べない、言えないんだろうね。クローの前、シドウの前とかでね。そっか。でも今までは忘れられたけど、多分キトゥンのことはみんな覚えてんじゃないかな。ん？どうした？ん？あそこにいるのは王人。王人、お前らどうした？俺もう出ないかと思ったぞ。王人とユージ。王人、ユージは？なあ、お前、ユージは俺に似ず立派に育ってるぜ。ん？何が？今日は祝杯だ。お前もあの世で一緒に祝ってくれよ。あ、奥さんか。そっか。いや、ワンの時にこいつらの家ぶっ壊しまったもんな。まあ俺、キツンが悪いわけではない。キツンが悪いわけではないが、壊しちゃったもんね。奥さんの形見があったとか言ってたけど。おっしゃ。王人、亡くなった奥さんと飲んでいるのか？おお、クロー、聞いてくれよ。大ニュースだぜ。何が？うちのガキ、ユージーが学校に入るんだぜ。アレカビス学園にだぜ。最後まで全然言えねえな、アレカビス学園。最後言えた。それはよかった、おめでとう。学問は大切だからな。お前ちゃんと学んでるか、なんか。クロー、あいつにこれを聞かせたらびっくりしただろうな。ん？ああ、キトゥンか。ところで、ユージは今どこにいる？声をかけたいんだが。あいつは早速、アレカビス学園の下見に行ってら。そうか。では、学園に行ってみよう。おう、ガツンと、葉っぱかけてやってくれよ。わかった。ありがとな、おじん。お前も元気でな。あ、写真撮れんだ。お前、年取ったな。ちょっと待って、あれ？待って。なんか、あんの？あれ？三脚モードでさ。あ、できんじゃんけ。え、マジかよ。なんかいいね、この二人。珍しいね、この二人のツーショット撮れるんだ。初めて知った。撮れるんだ、ここ。はぁ。え、クロー様。おぉ、みんな元気してるかい？おぉ、ありがとな。てか、人気じゃねえか。なんだったら、キツンよりも人気じゃねえか、お前。自重しろ、クロー。自重しろよ、お前。もう、でも、あ、もう、本物だぞ、お前。お前ら本物だぞ。てか、こういう風に飛べんの、もう、今やクローしかいねえかんな。悲しいな。そういう風に言うと。おいよ。ん？あ、何？おぉ、よう、クロー、見回り。あ、てか、あの子供、左の子供さ、あれじゃないの？あの、おじいちゃんの、形見探しの人。まあな、王人から聞いたぞ。入学おめでとう。てっきりお前は王人の屋台を継ぐのかと思っていたが。俺よ、ダチから教えてもらったんだ。勉強は大事だって。勉強は視野を広げて可能性を生み出すために進む、するんだってよ。勉強なんてつまんねえと思ってたけどよ、それを聞いて考え直したんだ。ほう。ほう、いいことを教えてもらったな。その言葉、俺のじいちゃんの受け入れだけどね。まあ、同じか。その言葉を探したのは、一緒に探したのはキトゥンでね。僕はたくさん勉強して、そしていろんな世界を見に行こうと思ってる。俺はいっぱい勉強して、ソフトクリーム会社の社長になる。よかったな、王子。お前の息子ちゃんとしてるぞ。大勢の人に最高のソフトクリームを食べてもらうんだ。親父の夢を俺が叶える。あ、でもこの話、親父には内緒だぜ。わかった、内緒にしておこう。あ、わかった、夢のために頑張れ。応援してるからな。頑張ってるな、こいつらも。そろそろ秋のところに顔出すか。行こうか。向こうの方だな。よし、飛ぶぞ。よし、
いけー高速落下。クロウ様頑張って、ありがとうね。みんなありがとう。あ、こっちも、うん、向くよ、向く。あ、向いた、向いた、今向いた。よし。で、こっちにだな。よいしょ。よし、着いた。よし。で、ここだな。アキ、来たぞ。相変わらずの部屋だな、お前。いらっしゃい、クロウ。パンドラだよ。相変わらずだな、アキ。お前、遠い顔すんじゃねえよ、アキ。あー、クロウも無反応、無表情。今日も一つ占いを頼む。パンドラちゃん無視か、お前。お安いご用よ。お題はいつものやつでいいのよね。いつものやつか。パンドラちゃん、教えてちょうだい。パンドラのささやきを。今日の幸運の場所は、あ、待て、間違えた。ごめんごめん。今日の幸運の場所はダウンタウンだよ。あら、パンドラちゃん、そうじゃないでしょ。待ち人のことよ。今日の幸運の場所はダウンタウンだよ。今日の幸運の場所。狂ったか。てか、パンドラちゃんさ、実はこれ、腹話術じゃないんじゃないの。え、おかしいわね。パンドラちゃん、調子が悪いのかしら。お前、え、これさ、本当はこれ、腹話術じゃないんじゃないの、ここまでやってきて。でしょとかね。ダウンタウンに行ったら探してみるとしよう、幸運を。どうしちゃったのかしら。ごめんなさいね。今日はただでいいわ。ちょっと待って。ちょっと待って。嘘でしょ。秋がただ。え、マジで。これ多分夢だね。珍しいな。本当で。クロウ、あなたに幸あら多からんこと。私もね、待ち続けてるのよ、ずっと。そっか。どうせより通り道だ。先にインダストリエに寄ってみるか。行ってみるか。でもインダストリエ誰がいるかな。いやー、そっか。いや、でも秋あいつあいつ頭おかしくなっちゃったんだね、多分。大丈夫かな。おかしくなっちゃったんだね、多分。相変わらずだな、ここの空気感は。来たよ。ん？異常はないようだな。あ、なんかある？ん？あ、向こうに行けって。行こうか。よいしょ。よし。ん？あ、ここでいいの？オッケー。着いた着いた。よいしょ。もうちょい。ここここ。ここも異常なし。で、向こうか。うん。よいしょ。ここも異常ないかな？あ、え、あいつら生きてた。生き返ったんだな、みんな。すっげーハイテクだよな、それ。頭のカチャカチャ。生きていたが、ユニーカ・ペルメ。あー、てか、そうか、それから会ってないんだね、多分。あ、お互い、ん？辛くもか。ん？なんか、会ってないな。まあいいや。あ、お互い、辛くも生き延びたようだな。あの者以外は。きっとんか。辛いこと言うな。お前たちはこれからどうするつもりだ。そっか、クロウはそれからちょっと避けがちなんだろうね、多分。上層の進行を阻止し、ジェリーフィッシュ隊は目的を果たした。そうだね。今のヘキサビルに我らは不要。我らはまた姿を消す。いつか再び現れる危機に備えるために。もう現れてほしくないけどね。あの時あまりに無力であった。私にはまだ力が足りない。あなたは立派でした。束の間の平和少しは楽しまれても良いのでは。余計なお世話だ。お前こそもう戦闘員である必要はないだろう。もともとこの人戦闘員じゃないもんね。ふふふ、私が見てないと危なかしいですから。さて、指令がお呼びです。てか、ドネリカ本当に協力してたんだね、町を助けるために。では、パンドロのささやき通りダウンタウンに向かおうか。そうだね、行こう。ちょ、待って、向こうだった。全然後ろバックして。行くぞ。よいしょ。いやー、そっか。でもみんな元気でよかったね。今までの町と同じだよね。まあ今までの町ちゃんと、あのままだね。よかったね。もう結構ボロボロにされたけど、ちゃんと元通りになったね。よし、来たぞ。ここはいつも通り大丈夫そうだ。よかったね。瓦礫もないし、不発弾とか一番危ねえんじゃねえか。まあでも1年もすればそれも片付けられるか。うわー、時計台も直ってるし、よかった。あー、でもどうなんだろ
ん、ここに来て何、あれなんだっけ、今バンが来てるとかなんか言ってたよね、指導が。んどこ、何何、あそこにいるのはニュートとエコルか。オッケー、行ってみよう。どうしたどうした、ん、あ、ニュートとエコル、んベロベロバー、あ、赤ちゃんできたんだね、よかったね。もう今やっと寝たんだから起こさないで。夫って大変だね。久しぶりだな、ニュートエコル。苦労じゃないか。そうだ、君にはまだ見せてなかったね。この子が僕とエコルの娘だよ。可愛い赤ん坊だ。女の子か。名前は何と言うんだ。あ、そういえば名前なんか秋に決めてもらってたよね、確か。アルハよ。あ、そっか、アルハか。ごめん。アルハよ。夢目の館で相談して決めてもらった名前よ。あ、そっか。すべての始まりって意味があるらしい。そうだよね。キトゥンがこの町に来て物語が始まったんだもんね。アルハって響きも素敵だし、とても気に入っているの。アルハか、いい名前だ。今こうして家族で幸せに過ごせてるのが嘘みたいで、心から感謝しているわ。この子の未来を守ってくれたクロウや。みんな口をつぐんじゃうね。そうだよね。そうそう、感謝といえばもう一人、ジルガパララオの。リザにも本当に感謝してる。ブレフマンの事件から立て続けに上層との戦争、大混乱のこの町が一つにまとまって復興できたのは実質彼女のおかげだ。そっか、そうなのか。みんな彼女が正式な養殖についてくれることを、期待してるよ。そっか。その言葉はリザに伝えておこう。ああ、二つとも統治しようとしてんのかな。ではまたな、ニュートエコル。アルハ、元気でね。ん、あ、バンガ来たじゃん、バンガ。うわ、この町をバンガが通ってんの。あら、噂をすればあれバンガの船じゃない。うわー、そっか、ここにバンガが来てんだね。ちょっと取らして、君たち。待って、最高じゃん。指導に言われた通り、バンガの連中に顔を見せておくか。その前にこの二人だよ。うわ、よかったね。もうよかったよ、本当に。行こう、向こうに。よし、で、ここだな。着いた着いた。よいしょ。あ、クロウ、あ、シシーもいるんだ。あ、元気でよかった。シドウからバンガの船が来ると聞いていたのでな。リザもいるとは珍しい。ああ、久しぶりだ。最近はなかなかこうした時間が取れぬ。リザは2つの町のいろんなことを決めるお仕事が忙しいもんね。おっしゃ。ヘキサビルの住人たちはリザの手腕を買っているぞ。市長になってはどうだ。肩書きなど無用、我は求められたことをこなしているだけだ。偉いよ、本当に。リザもクロウも大変なお仕事を頑張ってて本当にすごいね。いや、でもシシーも頑張ってるよね。シシー、お前も我の代わりに務めをやってるではないか。ああ、偉いね。バンガーのまとめやってんのかな。あ、ごめんごめん、間違えた。ガーナが言っておった。シシーは頼りになるとな。うん、お前のおかげで我も安心してバンガーを留守にできているのだ。強くなったんだな、シシー。よかったよ。私、明るくて元気で強い女の子になりたいってずっと思ってた。あんな風に笑ってみたいって。キトゥンみたいにか。そうだね、一番最初に言ってたもんね、キトゥンは羨ましいって。クロウもリザもみんな抱えてるよね。ところでガオナとミザイはどうした。ああ、仲間になった他の商船の手伝いに出ているのだ。ちょうど僕たちも手伝いに来ているぞ。ほら、ん、どこどこ。おいおい、こいつがなんでこっちにあんだよ。相変わらずだな。僕のやつ何を騒いでるのだ。行ってみるか。あ、ちょっと待って待って待って、行く前にお前たちの写真を撮らせてくれ。ありがとうね。いや、このツーショットもいいね。よし、行くぞ。どうした。あれ、てか、あれ、フィーはいないの。フィー。あ、いたいたいた。おお、クロウじゃねえか。元気か。元気元気。ああ、お前たち兄弟も変わりなさそうだな。相変わらずだね。おいよ、品質保証信用大臣の寸賞会だぜ。うわ、変わったね君たち。品質悪くても出してたんじゃないの、多分。何事も真面目にやるのが一番だぜ。そう学んだもんね。その通りです、兄上。ああ、仲良くなってよかったよ。
変わりないと言ったのは間違いだった。僕は変わったようだな。ところで兄上、その紛れ込んだ積みに早く届けた方が。この積みにはガーナが手伝いに行ってる船のだな。しょうがねえ、届けに。それなら私が持っていこう。どうせガーナにも挨拶をするつもりだった。お、気が利くじゃねえか。じゃあ頼むぜ。ガーナのいる船はこの先の小型船舶用桟橋だ。よろしく頼む。わかった。おい、クロー、そういえばよ、お前一人でいるのか。まあ今んとこ一人か。あいつがいなくて寂しくねえか。いつも一緒だったろ。あいつがいない町はなぜだか静かに感じる。そうだね。時は流れている。どんな変化でも受け入れて生きるしかない。はっ、そりゃそうだ。じゃあ頼んだぜ。そうだね。こいつらもめっちゃ関わり合ったもんね。ちょっと待って、写真撮らせて。君たち兄弟は変わらない。フィーはそっちだね。行くよ。よいしょ。仲良くやれよ、お前たちも。あ、これを運んでいくんだもんね。よし、行くぞ。よいしょ。で、向こうだね。いやー、変わったよね、みんな。よいしょ。まあ、どんどん変わっていくんだよな。あ、あれはガーナの部屋。船だな。オッケーオッケー。あ、てか、ガーナか。ガーナいた。ガーナ、久しぶり。はあ、苦労じゃないか。こりゃまた久方ぶりじゃ。驚いたの。うわ、お前も久々だよ、話すの。初期以来で、初期以来。母語に頼まれて積み荷を持ってきたぞ。これを探してたのだろう。うん。そうじゃそうじゃ、こりゃ助かった。ありがとうよ。うん、よかったよかった。積み荷が足りないな。わしがボケたせいかと思っておったとこじゃ。長生きしろよ。ああ、年を取るとな、忘れっぽくて構わんよ。その代わりにみんなのことだけは覚えておるから厄介じゃ。獅子のことを幼い頃のリサ様と間違えたりの。ああ、だいぶだな。おかしいじゃろなあ。きうーわー、きつん。なんか私はクロウだ。うん、おお、そうじゃったな。すまんの。ジラフェマ、いや、いいんだ。体をいたわり、あ、ねぎりいたわり、あってるな。うん、元気でいてくれ。頼むぞガーナ。お前さんは強くて そして優しい娘じゃ。ただな、もしも一人で寂しいと思うときはいつでもバンガに遊びに来るんじゃぞ。ありがとうね。みんな優しい奴らばっかだよ。わかった、ありがとうガワナ。ありがとうね。ん、あ、なんか今ミザイの声がしたな。どこどこどこ。え、あ、ミザイの前にちょっとガワナ最後に写真だけお願い。ありがとうね。暗いね。なんか明るいやつね。明るい写真がいいな。よいしょ。よいしょ。お、ミザイどうした。元気そうじゃないか。最近顔見せないからどうしてるのかと思ったぜ。まあ、塞ぎ込んでたんじゃないかな。悪いな。町の見回りが忙しくて。ああ、そっかそっか。気を使ってんだろ。俺たちにあいつのことを思い出させたくなくて。まあ、自分もなんだけどね。まあ、そういう思いもあるんだろうな。なるほど。そう思われていたか。図星だろ。でもよ、まだわかんねえじゃねえか。俺は信じてるぜ。あいつがどこかで生きてて、それで帰ってくることをだよ。帰ってくることをよ。ミザイはキズのこと本当は好きだったんだろうな。そう信じて、待ち続けて何になる。私はもう受け入れている。あいつの思いをこの胸にして、一人で生きることを。嘘つけ。俺にはわかんだよ。お前は強がってるだけだ。やべえ、ごめんね。全然下が回んね。お前に何がわかる？私の気持ちよ。同じ気持ちだからだよ。すまねえ、言い過ぎたよ。ただよ。どこかであいつが元気に笑ってるって、そう思うだけで俺は。ああ、ダメだ、ダメだ。湿っぽくなっちまった。ミザイもね、そっか。とにかく お前は、もっとバンガに遊びに来いよ。心配してくれてありがとう。おう、ビシッと行こうぜ、お互いよ。そうだね、悲しみを乗り越えて。ん？何？今のは？あ、今そうだよね、猫の声したよね。え？ん？いない。だがさっきのあの声は。そんなに下を覗き込んじゃって危ないでしょう。ん？だってあそこに何かいた猫かもしれない。何？猫？この町猫いないもんね。あっちか。ここか。よいしょ。ん？やはり気のせいなのか。ん？今も聞こえたよね。猫の声。向こうか。また聞こえた。あっちか。行こう。よいしょ。
降りた。でここか。ここはあの屋台のところか。ん？ん？クロウ。ん？あ、そっかここか。また私はあいつのわけがないのに。うん。これは一人の少女が通った旅路のその内宇宙の奇跡。うん、奇跡だね。奇跡って言っちゃった。ミラクルになっちゃった。終わったなあ。そっか、いやー終わったよ。ああすいません。はい。じゃあここでグラビティデイズ2メインストーリー全部終わりました。いやー長かったね。もう俺12月1日にねあのグラビティデイズ1の、パート1出してで2月の最初ぐらいかな、1が終わってでそっからグラビティデイズ2ずっと実況してきてまあ多分60パート55あたりかな今すいませんねあのため撮りしてて今6月末ですね。多分これ出すの9月の中旬ぐらいじゃないかな。本当にもうね今までもうずっと見てくれてる方いてすげえ驚きなんだけどまあ本当にありがたいですね。あこれは俺が今まで撮ってきた写真だね左泣いてる少年をあれはひどかったな。いやでも本当にねよかった。まあね操作性もねなんかまあ当時出た時にも自分一回プレイしたんですよ。グラビティデイズ3年前だね。グラビティデイズ2、まあ、やっててまあその時には分からなかったこととかねもうこの2週目で結構分かるようになっててかすいませんねもう最後の最後までちょっと初見のテーマ入ってたけどでも本当にね忘れてることはあるんですよやっぱりこんだけ時間経つと。でもやっぱこうやってまたプレイしてさ人のぬくもりやら街の綺麗な風景とかね本当にいいストーリーだった。一人ぼっちだったキトゥンがさ仲間ができて街の守護者になってヒロインになってで2になってそしたらね違う世界に行っちゃってさでまた知らないところからまたみんなとね仲良くなってリザとかシシーとかでクロウも一緒に戦ってでまた今度はさヘキサブリに戻ったらみんな忘れてるしさ本当にあれだけは遺憾でしたね。遺憾ですよあれは。いや本当にね良かった。もうみんなでも思う、まあみんな思い出してない、忘れてんだよね本当にね。2、3年の月日で忘れちゃってさ。でもみんな結局は思い出してくれたよね。あ曲も終わっちゃったし赤いリンゴ。まあね本当に良かったよこの写真は。これはあれだねキトゥーン燃え盛る炎のとこで撮ったやつだ。あでもエンディングはまだ続いてくんかな。もうねそうだよ。いやーそうだよ本当に良かった。ごめんねもう何回も言うけど本当に良かったこの作品は。もう2週目プレイしたけどさ、まあ、結局キトゥンってまあそうだよね上層にいた時孤独ででも唯一の頼りだった指導が殺されちゃってでクロウまあねその事実は多分クロウ外伝の時に分かると思うんだけど、まあでも時間が結局問題だったよねこの作品は。時間人の心、まあ、ブレフマンもあったけどね娘の時を動かすのに必死だったけど、いや本当にね、まあ、思い出すと本当にいろんなことがやっぱ頭巡ってくけどさ、まあ、でも結局は
でもあれ最後どうなんだろうね。キツンはやっぱ帰ってきたのかな。それは分かんないけど、もう帰ってこれる感じもしないよね。うん、ね、破局的意識をとどめるのに、まあ残ったわけだもんね、キツンは。ごめんね、あんまり深いことは言えないんだけどさ、本当に良かった。もうあのね、結構自分ちっちゃい頃からストーリーとか好きでさ、まあ、あの海外映画、まあ、自分あの公言してるけどアベンジャーズも好きでさ、うん、何回見ても面白い。で、何回も見ると最初には気づけなかったことが今になったら気づけるってのもあってさ、それがやっぱストーリー、いいストーリーの特徴かなと思ってて、まあグラビティキッズ、あ、間違えた、グラビティデイズもね、あの1の一番最後で言ったけど、やっぱりあのいい作品だからこうやってね、うん、まあ発見もあるし、また感動するし、何回見てもさ、うん、でも本当に良かった。あの何がいいかって、人間味があるんだよね、キツンにも町の人にも仲間にも、みんなに人間味があって、みんな生きてると思った。もう本当に、まあ生きてるんだよ本当に、うん、言い方悪いけど、あの、まあ、生きてる、本当に生きてる。もうまあ悪いわけじゃないか、このヘキサビル、ジルガパララオにいるみんなは本当に生きてる、うん、息づいてる町だなと、そう感じましたね。本当にいい作品でした。もうこれをもうプレイされた方ももう一回やってほしいし、でまだプレイしていない方はまた、うん、この作品、自分のこの実況を見てくれた方でやりたいなと思った方、まあ やろうかなと思わなかった方もやってください。絶対に自分でやった方が究極はいいので、まあこうやってね、うん、結局はそうなんだけど、ごめん、全然何も言えない。いや本当にね、まあ途中で言ったけど、あ、これ一番最後のあのシーンじゃないの。あー、そっか、いたのかな、本当にキツンはその場に。うん、よかったね。いやー、そっか、いや、よかった。本当にもう孤独、仲間孤独ってなんかいっぱいあったよね。あ、ここに来るんだね。キツンが成長した。ジェスチャー、リンゴを入手した。はあ、なるほど。ん？ストーリーミッションクリア。すべてのストーリーミッションクリア、おめでとうございます。ストーリーミッションクリア後もグラビティデイズ2の世界をお楽しみください。楽しむよ。クリア後の状態について、現在の状態はエンディングを迎えた時の強さを引き継いで、エピソード21世界の果てにを始める前の時間に戻っています。もう一度上層を目指してみたり、まだプレイしていないサイドミッションやチャレンジミッション、採掘場にぜひ挑戦してみましょう。うん、っていうとこだね。はい、ちょっとリンゴやろうか。リンゴどこ？あったあったあった。ん？どっから出したのそのリンゴ。いやー、ひとかじりかい。はい、まあっていうところだね。いやでも本当に良かった、この作品は。もうめっちゃ良かった。やっぱね、ストーリーに大事なのってすげえ人間味だと思うんだよね、やっぱり。結局はどれだけその人物がさ本当にいると思わせるかどうかっていうところなんだけど、本当に生きてると俺は思ってます。まんまと騙されてますね、この作品にね。はい、ってことで今回でグラビティデイズ2本編終わります。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。あと良ければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。あと兄も、あと自分も他の動画のシリーズもあるので、そちらのご視聴も良ければお願いします。本当に最後までありがとうございました。また次回お願いします。ん？違うな。うん、まあありがとうございました。